リコンネビに入れます。今日は最後の日です。最終日です。帰ります。お世話になりました。お世話になりました。寝とるよ。今日ご機嫌斜めやねもん。よしよしよし、ね、これがいいね。ご機嫌斜め、これがいいね。これがいいね。まあ、坊ちゃんのおむつを替えたんですけど、おむつを替えてる際にうんこしました。こいつどういうことやねお前。おケツ拭いてる時に追加でうんこしてお前。しかもおならもしとったやろ。大物になるで君はね。知らんふりして反省しなさい。今までお世話になりましたね。着替えましょうか。はい、お着替えできましたよ。退院いたします。あらまあ、かわいいお洋服着て。なんかすごいね、着させられとる感が。かわいいね。同じね、出生届出してます。おー、かわいい顔してる。お外の世界でございます。下界に出てきたよ、マーボーちゃん。バイキンだらけ。どうや、太陽を浴びて。眩しい。眩しいな、まあ、初めてだもん。ここは嫌だって顔して。初めてだもん。急に目つぶり出しやがった、こいつ。眩しいやろ、多分。眩しいやろな。うん。かわいい。の寝たわ。ありがとうございます。お世話になりました。名前をね、入れる額縁をこちらで買います。福田病院から目と鼻の先なんで、皆さん多分最後連れて帰る前に買ってもいいな。うん、行きます。こちらですね、購入しました。オーダーメイドでもな、作れそうな感じでね。みんなあそこで買ったよな。ね、イエーイ。マーボーちゃん起きたんちゃう。こんにちは、ひとかず熊本移住チャンネルです。僕も参加するぞ。はじめまして、いらっしゃい。はい、帰ってきたよ。いらっしゃい。いいだよ、マーボーちゃん。嬉しくて泣きそう。嘘、うん、ここから三人生活が始まる。ギャルみたいになってる。嬉しいね。スタートしてたらいい。うん、イエーイ。帰ってきましたよ。はい、可愛い子着替えできましたよ。マボちゃん、ミキちゃんもいるよ。マボちゃんくつろいでるね。ただいまの時間は11時43分です。マーボーちゃんが文明の力を生かしてすやすやと眠ることを祈ります。いいね。これで私たちも今から部屋の片付けに入りたいと思います。何日ぶりのアイス。7日ぶりもっとエアイス用意しとけばよかったな。いや、これがいつもの味よ。あ、いつも通りの。もうズボン履くのもあれちゃん、ちょっと楽なんちゃん。全然違う。いや、嬉しいよ、家に帰ってこれて。うん、無事帰ってこれた。しんどかった。あとゆっくりして、保険の申請とか会社の申請とか、ちょっとお金降りるやつをやってもらってます。帝王切開したからな。うん、麻酔も使ってるしな。手術でのお腹開いてるからな。今日は、会社のお祝い金と生命保険でやります。明日ちょっと落ち着いてから出産手当金、出産のその産前産後の期間の分のお金を申請しようと思います。
ミルクだな、絶対。口どんな感じだろう。触ってみて、口。ミルクだな。眠たい。おむつは大丈夫か。マモちゃん。マモちゃん。ご飯かい。マボちゃん、ママが今からミルク作ってくれるよ。搾乳をね、する前に哺乳瓶をちょっと洗います。はい、もう洗っときは楽しないけど皆さんは先に洗っときましょう。ワンオペやったら大変やな。ワンオペになるって分かって子供は産む。あ、名言やな、うん、マボちゃんも使えるよ。パンツはここにある。これここにある、うん、で、これがいらない、いらない、おしっこでしょ。おしっこか、おしっこいらんの。よいしょ、もっと閉めた方がいいか。いや、いいです、それがいい。オッケー、うん、オッケー。マボちゃん帰ったよ。はい、飲みましょう。もう泣きやんだね。同じ格好してるよ、二人。これは動きない。ない。はい、はい、マブ。はい、はい、はい、あげますよ。いくよ、マブちゃん。マブちゃん、なんで？飲んでないよ。落ち着きましたか？絶対飲んでる時に。なんかマークの匂いするよなってずっと思ってないの、うん、実は自分の母乳の匂いか。それさ、ミルクやるときも結構下向いてたら首つかれるじゃん、うん、授乳するときも下の方が首だけ、うん、見て、ほら、ね、うん、ついてるのにちょっと痛い。あの、自分も、自分もそれもあるんじゃん、さすがは聞く。まあね、もうパンパンに腫れたらな、うん、もう出さなな。あげないんだったらもういいよ。あげるんだったらもう出さんと作られていくの。あ、そうね。すごい栄養がとかあるやん。母乳の方が。でも出るからね。どっちでもいいねん、別に私は、うん。出るからやるって。うん。めんどくさいこいつってこれ。なんかしながら、あとウィーンってやってくれる。確かに。セーフやもん。時間無駄。自動のやつもでも結局は動かれへんのじゃん。いいよ。つけながら、つけときゃいいもん。勝手に向こうが捨ててくれ。いや、取れるかなと思って、そんな動いたら取れん取れん取れん。そうな、結構な吸引力。どんな、まあでも手元ではな、携帯触ったりできる、うん、それも疲れるやん、結局な、母乳出すのに。腕もな、首も疲れる。まあでもそれ落ち着いてくれたら、大体もう今60から80上げるな。今50上げたけん、足りんのやったらミルクあげるか、今取ってるやつある。ああ、はい、もうちょっとや、マボ頑張れ。ゲボって、飲んでる時にゲボってするの。うん、どういうこと？吐く子って。いや、飲んだ後。飲んだ後か、うん、飲んでる時にする子もいるやろ。もうちょっとや、どうも。寝てる、結構寝ながら飲むやつ。本能やな、うん、なんか、飲んでたら眠くなるんやろ、ね、うん、じゃあ目つぶって途中止まるんや。 OK。 結構なんかね、ここの付け根のところです。ゲップうまいよな。お、大きやな。うん、ゲップうまいよな。すごいね、マーボーちゃん。一旦ちょっと様子見。それでも泣くようだったらあげるけど、落ち着いてるのよ。どうだろう、落ち着いてる。すごい満足げな感じ。もっとあげた方がよかった。どうして？腰までいってるじゃん。とか、へそのの上までいってほしいんだ。うん、もっとあげようなかった。言ったじゃん、うん、ご飯食べたらまたこいつうんこしてました。こいつはすぐ食べたらうんこします。分かりやすいやつです。もう家に来てもさそうに2回もパンツ変えたな。今日は何回変えるでしょう。満足げな顔しております。調子じゃない、うん、一人を堪能しています。気楽じゃんでもね、分身が離れてやった一人になれた。しかも、仰向きになる。今は逆に横向きになれないっていう。痛い、うん、逆に。いや、うつ伏せもまだならへん。うつ伏せもやってみたいな。うん、まだやらへん、うん、背中バリ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 、うん、ちょっと
ちょっとこう避けそうで、こう、ああそうか。ただいま3時40分です。寝てます。誰に似たんですか？起きたか？まあこっち起きた。結構しっかりしっかり、うん、してたと思うぞ。待ちなさい。だいぶよくできましたね。チェックお願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？違うな。うん。首もちょっと上げたい。いや、なんか飲まへん。お待ちください。いらんの？いらんか？飲まへん。どっから声出してんねん。いるわけじゃないんかな。やだじゃん。なんか桃とせえ飲んでる。飲んでるか。うん。さっきの乳首が少なかった。好き嫌い多いんじゃん、こいつ。ちょっとこだわり強めだね、うん、首が強すぎて、首が強すぎて。あっち行きなさいよ。ちょっとあっち行って。なんで上向くんやろな。あ、こんだけだけゲップせんかな。うん、ちょっとマッサージしてみます、うん、めっちゃ熱持ってる。うん、ちょっと待ってね。よっ、よし、よかったね。しママの飲むか。あります。飲んでください。飲んでる。うん、してやろうか、うん、あるよ。寝た。飲んだ。幸せなやっちゃな、お前。飲みながら寝るって、うん、寝たり飲んだり寝たり飲んだり。大丈夫大丈夫。ちょっと右のモーク、左のモーク、左。本当か。うん。ちょっとこれがね。どうしたの、サボちゃん。よし。お、お、上手じゃん。大丈夫よ。つんつゆ。このままやろうかみんな。痛い。乳首が痛いよ。おっぱいあげて。30分ぐらい、20分ぐらい。うん、20分ぐらい。寝落ちした。ええな、食べてすぐ寝るって。はい、お眠モード入ります。寝てください。まぼちゃん、寝てくださいね。まぼちゃん、抱っこしたら泣き止むよ。まぼちゃん、抱っこが良かった。よしよし、収まった？収まってない。まごちゃん、いくよ。おーおーおー。こいつでもカメラ向けててカメラ見るよな。ですよね。すごいよな。待ってる。どんなよって顔で見てる。これ何ミリグラム？60。60ミリ。よいしょ。よいしょよいしょ、飛んだ。マモちゃん、おいしょい、よかったね、マモちゃん。だったね。おしっこ変えようか。
3、40分ぐらい飲んでたんちゃうか。ちょっと待ってね。これをセットします。これでちょっと一回ママに確認してもらうよ。よいしょ。言わないよ。イエーイ。イエーイ。ん？ポーズした今。幸せだね。おお。ママがおねんねするからね。アボは僕が見る。マボちゃんこっちの方が寝れるんちゃうの？おやすみね。おやすみマボちゃん。おしっこしてたんで買いました。気持ちいいだろパンツが。マモちゃん、うんこですか。うんこじゃないよ。ほい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 、よいしょ、よし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 。気づいたかい。どうですか、落ち着きましたか。ほらららら、どうした。変えましょう。はい、マボちゃん。よいしょ。どうですか、綺麗になったよ。よいしょ、よっ、よいしょ。おしっこ、おしっこってきたね。うんこ来るかと思ったよ。おしっこで泣いてたんね。あら、かわいいね、まぼちゃん。寝ちゃったね。痛い。毎回からできへんの。あ、そうなの。うん、音声がかかるけど、泣いてるのがずっと聞こえてて、うん、夢の中でなんか聞こえてた。うわ、なんか風船入ってるみたいになってるな。じゃあ、しかもめっちゃ寝そう。まこちゃんが眠りにつきましたね。なんかちょっと横向いてるけど。まこちゃん来た。今は何時や。8時か。30分ぐらい寝たか。先ほどあちらにあるすこやかを3杯入れてお湯で入れて冷やしてます。そうか、ちょっとこっちやんな。すぐ泣きやむよ。60ミリです。これと絶対飯食ってる時に出すな。快調すぎて指ビるよ。でもな、多い子10回ぐらいするって言ったの、1日。OK。 よいしょ。はい。お風呂前にね、おケツ拭くよ。あなたブブブブブブしてたから、そんな泣かなくていいですよ。これさ、完成。ごめんね。なんか寒いね。うん。はい、今日はお寿司と餃子です。食べます。まおちゃんは眠りますかね。
1時になりました。4時間ぐらいでも寝ました。寝ぼすけ太郎です。まごちゃん喉が渇いたね。誰にいた。スマートウンコしすぎじゃない。うん、こんなもんなの。そんなおならするかな。ケイ、お、マゴちゃん、もうなくなっちゃうよ、マゴ。もう下痢したやろ、今。ブリブリ。お、またや。飲んでるとき絶対するよ。じゃね。うんこ帰るよ、今度。うんこ見るよ。うんこしてるわ。うんこってか、下痢やな。絶対気味じゃなかった。じゃああれおならやってんの。うんこしすぎや。飲ませようか。110飲んでおります。8日目。8日目。飲みすぎやろ、おじいちゃん。今下あしたな。うん、オーケー。モロー反射でこうワンって自分で起きちゃうから、それだけで落ち着いて寝るんで。現在4時ですが、爆睡してます。5時半になっておきました。マモちゃんお腹減ったみたいです。シオンが飲ましてる間に僕が逆を80作ります。入れました。 80OK です。とマモちゃんおはよう。寝るの、飲まなくていいの。時間的にはお腹減ってるでしょ。ちょっと消えてきて。うん、スタートしてね。うんうん、まず同じだ。ミルク交代。乳首がね、うん、5人飲まないんじゃなくて乳首がダメなの。あダメなの。前更新がね、本人は。夜は寝るからな。よかったよな。一番心配してた。ミルク問題の解決されれば。一日目にしては上出来やん。今日はな。1時間毎時間短い時間しか寝てないのに、うん、夢がすごい。そう、見る。もう絶対夢見る。出た？出ないな、その顔。出たもん、あんた。出ない？べーって。あ、使えるよ。おしっこだけやん。でも結構してる。結構もう初めてこんなタプタプなるんやってぐらい。忘れへんのかい。眠たいな、もう。おやすみ。寝なさーい。おやすみ。口で寝てまーす。はい、ということで、麻婆が退院して、シオも退院して、近くの文具店で命名書の入れ物買って、動画で見ていただいた通り、子育て、なんとか一日終えることができました。はい。ただ、もう僕らバタバタしすぎて。いや、本当にやばかった。今、何日後や？ 8 日経って、やっとこの振り返り動画、撮れてます。はい。はい。どうでしたか？初日のあの、子育てについて。いやー、まあ、授乳がちょっとうまくいかなかった。結構ミルクにね、うん、初日も頼ってて、よく寝てくれるんだよね。そうやな、びっくりしたな。そうそうそう、寝てくれるから楽だなと思ったけど、うん、お風呂、うん、沐浴がちょっと思ったよりしんどかった。あ、はい、うちらがさ、ファミリーサポーターでやったやつとかさ、参院で練習したやつで、見たやつと、あの、オケが違うのよね。だからその、シミュレーションができてなかった。確かに。のと、あの、もう動線ぐちゃぐちゃすぎて。何も開けてなかったっていうのがな。そうそうそう。ちょっと初めてやるのにな、ちょっと後手後手に回っちゃったの、やるのがね。突然こうね、モロー反射でこうバーって動いたりとかして、焦ってたの。そうやな。風呂は風呂動画だけでちょっと一本出せようかなと、ちょっと本当に今。結構バタバタだったから。でも本当に寝てくれるのがでかい。うん、ちゃんと3時間間に起きて、授乳みたいな。うん、感じだった。でも授乳も意外としんどいんやなっていう。産むまでこんなこと考えてなかったけど、授乳が一番しんどいやんって思った。私はだって俺筋肉痛になったの、次の日。授乳の体勢の あれね、あの上げる時のね、うんうん、だからちゃんと楽な体勢で上げやんとしんどいなっていう、うん、ミルク上げるのもしんどいし、こっちはこっちでその授乳するってなったら、うん、泣き叫ぶ男。そやな、
飲みたくない男にやらせたい女がこんなになって、ってやりながらやってた。で、なんか最初ね、みんな飲まないよとか、みんな泣き叫ぶよって言うけど、なんかそれプラス、もうなんか手でこう押してるとか、首でギャーってやるぐらい、本当に首強いよね、かなり。でもあれやられたら、もううち一人でも結構力強くて、無理、うん、難しいってなって、結構泣い散らかしてたね、本当に。本当に一つだけすごいなと思ったの、寝るなっていうのだけは素晴らしいと思ったけど、もうあとは結構夜泣きめっちゃするみたいな言われたけど、な、夜泣きがなかったからな、お食事問題は結構しんどいね、やっぱお姉ちゃんが完全母乳だったけん、それも結構自分の中で、確かにそれが普通みたいになっちゃう、そう、自分の中でもそれが引っかかっててすごい、やっぱミルクじゃなく、ミルクは本当助けるぐらい、1日に1回あげるかあげないかぐらいだったよ。ああ、そうなの。全部おっぱいだったじゃん。もう今でもね、普通におしゃべりできるけど、おっぱい欲しがる時もあるくらいおっぱい大好き。そうそうそう、おいっ子がね。だからあれが普通だし、自分も出るから、もう与えられるものって思ってたわけ。それがまさかの、ここまで拒否られるっていう。しかもやっぱ自分でなんとかできないじゃん、なんかもうやり続けるしかないけど、やり続ける精神力もないわけ、もうズタボロだから、手を切開して完全に治ってるわけじゃないし、いや、毎日朝起き上がるとき体痛いし、交通事故はあれちょっと言い過ぎやと思うけど私、ただ本当になんかムチ打ちになったみたいな、スキー行った次の日みたいな、うわーみたいな、体重たーみたいな感じになって、授乳の戦い、あれを1日に12、3回ぐらいするわけやん、そんな戦いには挑めん私に、ということで1日目は結構しんどいなっていう感じ、まあでもこれからね、また1週間後とか2週間後とかで一応定期的に撮って、こいつの麻婆の様子の成長を終えたらいいかなと思ってます、はい、まあ1個俺的に良かったのは、おむつ漏れがなかったこと、確かに病院であったから、それが良かったかな。ちょっとね、産院で使ってるやつが漏れやすいのかも、ずれやすい。お家で買ってたやつはね、意外と滑りがそんなになかったかな。そんな感じでね、まあ、はい、初日はまあまあ、それはね、全て完璧にいけるわけじゃないと思う。まだ次回のね、投稿するときにはもっとスムーズに子育てができたらいいかなと思います、はい、お疲れでした。